インベーダーです、インベーダー。ああ、タイトーって一番最初に作ったのインベーダーなの？インベーダーみたいですね。こっから始まったんやもんな。そうですよ。テレビゲームっていうのがな。もう忠実に再現してるんでしょうね。名古屋打ちっていうのは、その、作ったもんからしたら考えてもなかったやり方らしいよ。ああ、勝手にできたんでしょ？言うたらそういう。やってるコーラが勝手に考えたい。なんや、うまいこと弾が当たらんから、みたいな。うん。うわ、すごい音やな。作った、その、西門さんっていう人と、はい。話させてもらったことあんねんけど、はあはあ。最初はその、スペースモンスターって名前で作っててんで。へぇー。で、ゲームセンターの筐体とかって、まだテーブルじゃなくて立ってあるやつ。はいはいはい。あるやん。ありますね。あれがあって、そこの横にはスペースモンスターって書いてある。ああ、あの、ケムクジャラの敵。そうそうそう。はあ、うん。でも営業の人間が、スペースインベーダーの方が売りやすいって言って、はあはあはあ。名前変えられて、で、西川さんはそれ、インベーダーに対しては愛情一切ないんですよって。え？まだ？なくなっちゃったんですって。それで。言ってたね。でも売れちゃいましたね。売れたね。やっぱそれは営業さんのおかげでもあったんかもしれませんよね、そう思うと。でもその作った人がそのヒトラーのチームの何人かしかおれへんから、ほう、ゲームセンターから、金入れへんないか、潰れてるやないかっていうクレームがいっぱい来て、ええ、で、そのゲームセンター行ってみたら100円玉がごっそり入ってて。あ、もうそれ以上入らへんと。うん。で、でけへんかったっていうのもあったって。ええー。あ、これ名古屋打ちやん。すごいですね。あ、京都打ちとかもあんねや。こんな音なんねや、近く行ったら。なんなんでしょうね。トンボって言い方もあんねや。あるんですね。すごいよな、でもこれ。すごいですよ。小学校の時。ああ。近すぎねんな。これようできてるよな。ようできてますね。これようできてるよ。これ最初によう作ったもんやで。うん。うん。わー。わー、すげー。なんやこれー。危ないやー。わー。おかしいなって思ってるんですね。そうやな。うわあ。びっくりした。びっくりしました。チャックンポップです。知らない。ごめん、インベーダーは知ってたけど、これ知らない。これゲームセンターからの移植ですかね。チャックンポップ。なんかこんな形のキャラクター多かったね。ナッツ&ミルクかなんかそんなもそんなやったんちゃう。そうですね。あれは別のメーカーですけども、よう。一等身が多かったんか。なんか可愛いキャラはやっぱ多かったですね。タイトーも当分このキャラを、そのタイトーの会社のキャラクターみたいな感じにはしてたと思うんですよね、チャックンポップは。これはもうパソコンであったりとか、いろんなもんに。あ、あっこに上がればいいってこと？なんかと、ハートを取ったりとか。爆弾あれ。爆弾ですね。爆風。で、倒すんでしょう。ああ、無理だ。ああ、これ面白そうだな。ああ、惜しい。あ、オリ破壊して、ハート取ったりとかね。ハートを解放させるんです。捕まってるハートを。ああ、でもこれ爆弾がいつ爆発するかが分からへんから、ちょっと難しいね。ジャンプの感じも、あ、なんや。変な感じ。これ時間制限。来ましたよ、ほら。これもう駄菓子屋に絶対置いてあったよな。ねえ。エレベーターアクション。主人公なんて名前なんやろ。ここかっこええよな。そうですね。この始まり方かっこええゲームで。この服装もなんかスパイっぽい服装ですね。洒落てんねんな。ねえ。あれでもこの、主人公の髪型のてっぺんところが3つやったらスネ夫なんだよな。スネ夫だとしたらこんなに頑張らないでしょうね。そうやな。3つ
別れてたらってことですもんね。うん、そんなん考えます、いちいち。一個でいいやないですか、これ。これ角刈り？何？ようわかんないですけど。あ、取ってなかった、あかんねや。あ、こんなん俺考えもせんかった。取らなあかんもんやんか、ゲームとして。取ってなかったら戻されるんじゃん。あ、そうなんや。わあ、すごい、ほら。へえ。これ今やったらもうずっとできるんちゃうかなって思うけど、ね、できへんもんやね。まあなんか難しかったりするんですよ。難しいな。これうまいことできてますね、せやけど。これうまいことできてるよ。よう考えましたね。あんなライト落としてやっつけるだなんて、これ気持ちいいよな。ねえ。でも逆にやられる方ってすげえ嫌やね。嫌ですよ。あってなるよな。戦車乗れるやつやったっけ。そうですね、装甲車とか戦車とかあったよね。上に進んでいくやつや。足の関節がちょっとおかしいんですけどね。そうや、これ確かあのゲームセンターで言ったら、はい、コントローラーがちょっとちゃうかったんちゃう。あ、そうですよ、あのグリグリ回るんですよ、上んとこが。あの上下キープラス、その上下キーにあのダイヤルついてないやったんちゃうかな。それで言うとあの砲台をあちゃこちゃとか、うん、やってたな。ねえ、ようできてますよ。わ、もう終わった。ゲームオーバー毎回入れてくんだよ、これ。そうですね。これスカイデストロイヤーですよ。どんなやつかな。ああ、これか。疑似 3D です。ようできてますよ、これも。何疑似 3D って。3D みたいなってことですね。あ、そうなの。ほら、みたいでしょ。これ 3D じゃないの。3D じゃないんですよ。へえ。これなんかすごくないですか、でも。すごいよ、これ。これ85年でこれですから。え、何ジャイロダインって。これゼビウスとか流行ってたじゃないですか。うん。やっぱ上からの視点のやつ。そうですね、台頭も出してるんですね。へえ。これめちゃくちゃ難しいんですよ。うわ、やっぱさっきのやつの方がスピード感があっていいね。そうなんですか。あ、お前ゼビウスっぽいね。で、時期のスピードがそんなに速くないんで弾避けれないんですよ、うん、へえ。なんかミサイルがなんかちょっと曖昧やな。あ、俺これ持ってた。影の伝説。うん、お兄ちゃん買ってくれてた。もう38にもなるけどお兄ちゃんって呼んでるわ。今気づいたけど。そうやな、俺ずっとお兄ちゃんって呼んでるわ。兄貴のことですか。うん、俺そのきっかけ失ってる、兄貴って呼ぶきっかけ。いや、もうそろそろ自然に変えた方がいいですよ。じゃないとずっとお兄ちゃんですよ。おとんに変えたのはあったけど、お親父には俺変えられへんかったな。だっておじいちゃんになってもお兄ちゃんって言うんでしょ。うん、もうええかなと思って。お兄ちゃん。お兄ちゃん。これすごいですよね。これすごかった、これむちゃくちゃやん、もう。どんな技やねん。一周放ってんちゃうかなって思うよな、これ。ギャフーン言うて落ちてますから。なあ、確か1面目ずっと木の上をジャンプしてて。ああ、そうですね。敵も何もやっつけへんまま、なんかしないけどずっと生きてるっていう。いけるんすかね、それ。いけんねんけど、次の面には行かれへん。ああ、敵出てこへんのもんだって。兄ちゃんに何がおもろいねんって怒られた覚えがある。お兄ちゃんすぐ怒りますね。うん、お兄ちゃんむちゃくちゃやん、だって。どんなお兄ちゃんなんですか。お兄ちゃんむちゃくちゃやったな。大人になってから聞いたらむちゃくちゃ喧嘩してたらしい。え、なんかどういうことですか。団地に住んでんねんけど、普通に兄ちゃんを呼びに行くんだよ。はあ。お兄ちゃんいてるって来て、はあ、で寝てる兄ちゃん起こして、はあ、友達来てるでって起こすやん、はあ、で外兄ちゃんが一緒に出ていくやん、はあ、下で喧嘩してて。どつき合いみたいな。そうそうそう、それ他が止めに行ったりとかしてて、もう誰でも彼でもあの兄ちゃん起こしたらあかんって怒られたのを一個だけ覚えてて、そんな話をおかんとしてたら、そんな話やって、実は喧嘩してた。お兄ちゃん今ちゃんとしてます。お兄ちゃんちゃんとしてるよ、もう普通に働いてるよ。 あ、そうですか。うん、よかったですね。そうやん、だから俺が姉ちゃんにいじめられたりとかしたら、兄ちゃんが姉ちゃんをボコボコにするっていう。ガンガン蹴ってんの俺見てたもん。兄ちゃん大丈夫ですか。兄ちゃん大丈夫。
兄ちゃん優しい人やから、ね、ああそうですか、うん、身内には優しいタイプなのかもしれないですね。そうやな。そうこうしてる間に変わりましたけどあの名作や、挑戦ですよ。これなんかたけしさんがあの打ち合わせっていうので、はい、飯屋で酒飲みながら話してたことを対等の人が全部それをゲームに織り交ぜてこの形になったらしい。あ、それでよくわけがわからなくなったみたいなことですか。うん、よくできてるんですよねゲームとしてはね。そうできてる。ただあのゲームが辛いねやろな。アクション部分とかマイクあんねやったら使う方がええんじゃないのみたいなこととかそんなことやろな。こう街のところはなんか面白いねんな。島とかなんか行き出したらもうむちゃくちゃになってくるもんな地図やな。地図手に入れてからがなんかもうえらい道に行き出すな。だってこのゲームのカセットちょっと重くないですか。え、重さ重量重量あったっけ。なんかね、あ、これ難しいね。すごいデータが詰まってる感じが。風に乗ってからかなこれびっくりするよなこの着メロ欲しいなうまいことできてますよね。できてる。風当たって上上がるだなんてな。UFO が出だすねんな。確かどこでも行けてたはずや。ああ、まだやこれが元になって龍が如くができたのかな。え考えすぎだとしたらすごいですよあのスナックの感じをさあ、ここだけをうん大きくしたら龍が如くが、うん、そういうことにしません。もうなあ、そうそう、これ1時間待たなあかんねんや。めっちゃ暇なゲームやと思ってたもんすごいですね。おお、龍が如くっぽいやっぽいですね。グランドセフトオートっていうのかなあー、まだ電動じゃない時代やパチンコが。出ねえぞ。あれでしょうね。一旦実写入ったなこれゲームめっちゃ綺麗じゃないですか。